今回は第107話学校の襲撃者、そして第108話朝の大切なもので、新たに分かったことをまとめて解説していきます。この動画は作品のネタバレを含みます。ぜひ本編を読んだ後にご覧ください。まずは第107話の内容から確認していきましょう。第106話焚き火にて、優子の正義の心は、第2部の冒頭で正義の悪魔と契約した委員長よりも強く、より強力な力を備えていると考察しました。実際207話で開始した、優子と夜の戦闘において、身軽に優子の攻撃を避けながら、触手を切断する夜に対し、かっこいいと称賛を送っており、夜に負けるとは、微塵も感じていない余裕を見せています。この戦闘で優子は、夜と体を共有する朝に配慮して、夜への攻撃を、教室の中に吹っ飛ばすだけのレベルに止めており、優子が悪魔の力を使ったのは、あくまで朝のためということがわかります。こうして夜と朝を遠ざけた優子は、心を読む能力を使用して、朝をいじめていた生徒を見つけ出しますが、至って冷静に、いじめっ子を倒すことだけに注力しており、自分に立ち向かってきた、デビルハンター部の部員に対しては、罪のない人を殺したくなかったと、全力で攻撃をしない姿勢を見せ、あくまで自分の正義を貫く姿勢が伺えます。また両腕や足になっている触手について、デビルハンター部の部員によって切断されることを、必死に防ごうとはしていない点からは、悪魔のように血を飲めば傷を癒すことができる、朝のいじめをなくせれば自分はどうなってもいい、といった背景が考えられます。こうして優子は、デビルハンター部の部員と夜の攻撃に、一時的に押されますが、よってたかって私をいじめたんだからあなたたちも悪者だよね、と、独自の理論から反撃を開始し、わずか一撃で、デビルハンター部の3人を無力化しました。この時点で優子は、夜が事前に仕込んだ作戦を全て見抜いており、心を読む能力がいかに強力かわかります。これまでのストーリーでは、人間や悪魔の体しか、武器化してこなかった夜ですが、今回の戦闘で文房具や床材など、物も武器化できることがわかりました。しかしその攻撃力は高くなく、正義の悪魔の力を駆使する優子には、有効打にはなりません。これは物体を武器にした物の強さが、罪悪感に依存するためで、特に思い入れがない鉛筆を、武器にしていることが原因です。しかしながらこの、何の罪悪感も感じていない鉛筆から作られた槍は、一般の人間の体を貫通している点を見ると、さすが戦争の悪魔といったところでしょう。また第107話では、朝をいじめていた女子生徒を襲う優子を止めるため、デビルハンター部の部員が駆けつけ、身を挺して生徒を守る姿を見せました。ちなみに以前のストーリーで、このデビルハンター部にはチェンソーマンがいる、という噂を吉田博文が口にしていましたが、デンジはこの場には姿を現していません。ここで優子の元に駆けつけた部員は、入部試験の説明会で登場した3人とは別人ですが、その入部志望者の数の多さからも、学校でも人気の部活であり、多くの部員が在籍していることが推測できます。そんなデビルハンター部は、将来デビルハンターになりたい学生が組織している部活ですが、校舎内に悪魔が現れた際に、プロのデビルハンターが到着するまでの時間稼ぎを積極的に行うなど、部活という位置づけながらも、実践的な活動をしていることがわかります。優子の姿を見ても臆さず立ち向かっていることから、第一部で登場した公安の新人デビルハンターよりも、悪魔に慣れているように感じられます。またデビルハンター部の入部条件は、1週間以内に悪魔の死体を持ってくることでしたが、こうして実際に活動する部員の姿を見ることで、最低でもこの条件がクリアできるレベルでないと、命の危険がある過酷な部活であることが伺えます。またデビルハンター部での活動を志す生徒には、優子や朝のように、家族を悪魔に殺された子供が多いことが考察でき、もしかすると第一部に登場した早川明も、子供の頃から悪魔への復讐を誓っていたため、学生時代はデビルハンター部に、所属していたといった過去があるかもしれません。今回戦闘シーンが描かれたデビルハンター部の部員には、帽子をかぶった人物と帽子をかぶっていない人物がいますが、帽子をかぶった二人は、より悪魔と戦うことに慣れている姿が描写されており、部活の中でも特に優秀な部員のみが、での文字がついた帽子を着用できると考察できます。また彼らはしっかりと連携を取りながら、優子との戦闘に臨んでいましたが、ここでデビルハンター部の3人の部員について、簡単に見ていきます。
戦闘の現場に真っ先に駆けつけたデビルハンター部員が、阿国正義で、両手にナックルを装備した大柄な青年です。彼の名前や姿に注目してみると、訓読みでアグニとも読める名字や、攻撃手段のパンチ、そして右目の怪我から、この人物は藤本たつき先生が過去に連載していた、ファイアパンチの主人公、アグニを連想させるキャラクターになっていることがわかります。そんな阿国正義が、どのような悪魔と契約しているかは不明ですが、もしかすると火に関連するもの、といったことがあるかもしれません。二人目はに阿国からフリオと呼ばれていた、ボウガンを使う男子生徒ですが、彼はデビルハンター部員としてただ一人、優子の姿を見た際に怖っと漏らしており、その後わずか一撃で体を貫かれてしまいます。命を奪われるには至っていないようですが、今後のデビルハンター部としての活動継続は絶望的です。三人目は阿国正義と同じく、での学生帽をかぶった女子部員ですが、第107話では名前と顔が伏せられており、どのようなキャラクターなのか詳細は不明です。しかしながら髪型などの雰囲気は、第1部の終盤において、公安大麻特異語化のメンバーとして登場した、無知の悪魔の心臓を持つキャラクターと似た部分があります。ただしチェンソーマンに立ち向かった無知のキャラクターと、デビルハンター部のこの部員が同一人物だとすると、正義の悪魔の力を得た優子の一撃で、屋外まで吹き飛ばされることはないと考えられるため、単に絵柄が似てしまっただけだと考えられます。ちなみに彼女と阿国正義に関しては、優子の攻撃から受けたダメージも少なく、第二部が学園ものとして描かれている以上、部活動の場面において、物語中で再登場する可能性は高いでしょう。また第107話において、デビルハンター志望の高校生が、実際に悪魔と戦う姿が描写されたことで、第一部で登場した、最強クラスの実力者であるクアンシと殴り合いをした、吉田博文の強さが浮き彫りになりました。第二部ではまだ戦闘シーンは描かれていませんが、その登場が待たれます。小ネタとなりますが、一瞬だけその姿が描かれた教師は、よく見るとチェンソーマン T シャツを着ていることがわかります。これによって、チェンソーマンがどれだけ一般人に認知され、そして好かれているかが表現されており、藤本たつき先生の芸の細かさが光るシーンです。ここまでポンコツ悪魔としての一面が描かれたことで、読者からも愛されている夜ですが、結局優子を倒すことはできず、その戦闘を朝にバトンタッチすることにしました。ここで注意したいのが、この交代は、晩作尽きたための結果ではないということです。優子はそもそも、正義のために朝をいじめから救うこと、を目的としており、朝自身を傷つけることはその心情に反します。つまり朝が表に出ている限り、優子は攻撃することができず、また夜は自分自身の安全を確保できます。そもそもですが、朝が学校に行くのが嫌にならないよう、夜は自らいじめを解決しようとしており、優子の武器化を提案するレベルに、優子の生死については何の感情も抱いていません。もちろん夜にとって、優子を倒せるのがベストではありますが、それ以上に、自分が死ぬ結果を避けることが最優先です。この点を考慮すると、朝を表に出して時間を稼ぐことには、自身の安全を確保でき、チェンソーマン登場の可能性を高める、という一石二鳥の意味があります。夜は優子との戦闘においても、もっと派手に暴れろと優子は煽っており、学校に悪魔を呼んで騒動を起こす、という目的を着実に実行していることがわかります。朝ちゃんに全部任せ作戦という名称のせいで、一見可愛い作戦のように思えますが、これはしっかりと練られたクレバーな作戦と言えるでしょう。続いて第108話朝の大切なもので、新たに分かったことを解説していきます。先ほど解説した、朝ちゃんに全部任せ作戦によって、表の姿が夜から朝に変わり、優子は翻弄されます。この場面で優子は殺した人間の数を、3人か4人くらいと言っていますが、この内訳は、生活保護の隣人、朝をいじめていたクラスメイト2名、の計3名は確定です。生死不明なのがデビルハンター部のフリオで、彼が亡くなっていた場合4名となりますが、その他に被害者はいないことがわかります。これまで朝が表に出ている状態で、武器化能力を使った描写がなく、この能力は夜のみが使えるもの、と考えられていましたが、今回のストーリーで、夜と同様に、朝も自身で武器を作れることが新たにわかりました。確かに朝が表に出ていないと、罪悪感で武器をパワーアップさせることが難しく、この点を考慮すると、夜はそもそも武器化の行動を、
朝に担当させるプランを練っていたのでしょう。朝の罪悪感を使って武器化を実行し、戦闘の手だれである夜が実際に武器を使用、という流れが、最も強力で効率的な戦い方と言えます。こうして表に登場した朝は、友好を止めるべく、自分の制服を制服つよつよ剣と呼んで武器化しました。武器化された剣のデザインは、朝がもともと身につけていた制服のデザインに沿ったもので、リボンやボタンはもちろん、プリーツスカートのギザギザが、先に踏襲されたものとなっています。制服を武器化したことで、朝は下着姿になってしまいましたが、朝だけに見えているはずの夜の姿も、同じく下着になっているのが細かいポイントです。こうして作られた制服つよつよ剣ですが、その威力は凄まじく、田中脊髄剣が波の剣だったのに対し、制服つよつよ剣は、ほんの一瞬触れただけの優子の体を、いともたやすくバラバラにしました。この制服から作られた剣が、異常に強かった理由ですが、元にした制服が、朝のお母さんが死ぬ前に買ってくれた大切なものだった、と語られます。これまでのストーリーにおいて、朝は母が自分のせいで亡くなった、と考えていることが明らかになっていますが、しかもそんな母に買ってもらった制服を剣にするという、二重の罪悪感が非常に強い武器を生み出しました。この剣の攻撃でバラバラになった優子ですが、その姿を見た朝は、過去にその命を奪ってしまった、コケピーの姿と重ねます。ここで優子と正義の悪魔の契約について見ていきます。基本的に悪魔と契約するには、それなりの対価が必要で、例えば第一部に登場した、公安のデビルハンター姫野は、幽霊の悪魔との契約に右目を差し出しており、早川明は狐の悪魔との契約で、力を借りるたびに、皮膚や髪など体の一部を、対価として渡していました。しかしながら優子は、正義の悪魔と契約した際に対価は要求されず、正義の悪魔の力と、光り輝く正義の心をもらったと述べています。正義の悪魔と契約した後の優子は、人を殺すことへのためらいがなくなり、肥大化した正義の心に突き動かされて、行動している姿が描かれていますが、この言葉と行動から、優子は正義の悪魔と契約したことで、自分自身の正義の心、もしくは自制心や理性を、奪われてしまったのではないかと考察できます。自分が学校を襲うことで、日本中からいじめをなくし、チェンソーマンのような正義の象徴になれるかも、と無邪気に語っていることから、悪魔との契約において、そそのかされてしまったといった背景がありそうです。こうして制服つよつよ剣で、バラバラになった優子の元へ朝が駆け寄ると、ある人物からその子助けたい?と話しかけられます。この謎のキャラクターは、朝を見て妹の頼みだからねと発言しており、その特徴的なぐるぐるの目と、バラバラにした優子を生き返らせる力、を持っていることから、朝の姉ではなく、夜の姉であると推測できます。ここからは姉を名乗る人物の正体を考察していきます。まず一つ目の仮説は黙示録の四騎士に属する、死の悪魔または飢餓の悪魔という説です。黙示録の四騎士は、第一部のストーリー終盤で、マキマによってその存在が示唆された、支配及び戦争飢餓死の、四体の強力な悪魔のことで、これはキリスト教の聖典、ヨハネの黙示録に記される、四人の騎士になぞらえたものです。四騎士の一人である支配の悪魔ことマキマと、その転生した姿であるナユタ、また夜こと戦争の悪魔は、渦巻き状の目を持った、人間の姿をした悪魔ですが、今回新たに登場したキャラクターも、その特徴を引き継いでおり、支配戦争に続く、黙示録の四騎士の一人ではないかと考察できます。第一部の終盤において支配の悪魔は、死戦争飢餓の名前を持つ悪魔、つまり自分以外の四騎士を消そうとしていた描写があり、支配の悪魔ことナユタが、現時点でチェンソーマンこと、デンジと親しい関係を築いていることからも、そんな支配の悪魔とチェンソーマンが、戦争の悪魔を含む四騎士の悪魔と、今後敵対していくといった展開が、ストーリー設定の面からも十分ありえそうです。そもそも現時点での夜の戦闘力は低く、ナユタとチェンソーマンのタッグには、とても太刀打ちできそうにはなく、より強力な四騎士が登場したことで、やっとバランスが取れたといった印象を受けます。第108話のラストシーンにて、死の淵にいる優子を巨大化させて、生き返らせたことを考慮しても、死を司る悪魔との関連は高そうですが、ヨハネの黙示録においては、飢餓を司る騎士が、天秤をその手に持っていることから、新キャラクターが、
天秤のようなデザインで描かれたピアスを着用している点を考慮すると、飢餓の悪魔である可能性も濃厚です。ここで振り返ってみると、支配の悪魔ことマキマに関しては、アニメでの幼さの残る声が特徴的であり、また夜に関しては、枕に八つ当たりする姿が描かれるなど、両者ともあえて妹感の強いキャラクターとして、取り扱われてきたといった背景も考えられます。ちなみにヨハネの黙示録においては、戦争を司る騎士は剣をその手に携えています。次に新キャラクターの正体として、可能性が高そうな存在が正義の悪魔です。そもそも戦争は、お互いの正義と正義の衝突で、発生することから考えると、両者は非常に近い関係と言えます。先ほど触れた天秤のようなピアスについて、天秤は正義の女神が、正義の象徴の一つとして掲げています。以前の動画で紹介したように、正義の悪魔が夜に、都合のいい行動ばかりしていたのは、弱体化した妹の夜を助けるため、正義の悪魔が手を貸していたためで、優子が巨大化して復活できたのは、自分と契約した優子に対して、自らの肉片を与えたから、といった説も成り立ちます。またこの他にも岸辺と似たピアスや、チェーンソーのスターターロープのような、デザインを身にまとっていることから、天使と共に暮らしているであろう、ナユタの成長した姿ではないか、といった説も浮上します。しかしながら、そもそも作者の藤本たつき先生は、ちびまる子ちゃんの設定を踏襲して、特段意味もなく妹を名乗って、ツイッターを運用していることから、姉を名乗る悪魔が登場しただけ、という可能性も十分にあります。以上、最後までご視聴ありがとうございました。唐突に出てきた謎の姉は一体誰なのか？ぜひ皆さんの予想をコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。